はい、ということでね、次の日になりまして、今日はレイクルイーズにやってきております。というか、まあ今日めっちゃ曇ってるんですけどそれでもまあ景色はとても綺麗かなという感じです。で、今日はですね、まあレイクルイーズのツアーに参加してまして、そもそもね、ここのレイクルイーズって一番多分あのバンフの中でも人気スポットということで、すごい混み合ってるんですよね。で、駐車場も数が限られてますんで、なんか朝の7時ぐらいにはもう駐車場いっぱいになって入れないという話があるので、もしあのレンタカーとかで来られる場合はもう朝の5時とか6時ぐらいに来る方がいいんじゃないかなと思います。で、ツアーの方はね、あのツアーの専用の駐車場があるので、まあそこで止めてくれて、まあ1時間とか2時間こうやって散策する時間があるという感じです。で、あとはね、レイクルイーズの周りにね、あのホテルもありましてですね、ホテルに泊まってね、そこからのねレイクビューも非常に綺麗だというところで、ちょっとこの後ね時間十分取れるかわかんないんですけど、今から行ってみて、散策したいと思います。こちらね、レイクルイーズをちょっと上から眺めてる様子なんですけれども、やっぱね、このバンフの、まあ、湖だったりとか、あと川っていうのはこの色合いとかが結構独特ですよね。で、この色はなんでこうなってるかと言いますとですね、基本的にはここの、水っていうのは雪解け水が大半になってるんですけれども、その、まあ、雪解けの水がですね、上流山から流れてくるときに結構その岩とかを削ってですね、あのミネラルを豊富に含んでいて、で、そのミネラルが結構白っぽくなるんですね。で、夏以降になると結構そのミネラルがまあ沈殿して、下の方にこう沈んで、綺麗な、水だけがこう上に浮かび上がってくるというところで、鮮やかな青をこう作り出すということのようですね。で、あとね、雪解け水ということもあって水温めちゃくちゃ冷たいんですね。触ってみたんですけど、まあ、3度ぐらいしかないということで、まあ、あの他の、湖とかだとやっぱ夏でも結構あったかかったりねすることあると思うんですけど、バンフではね、夏でもとても、水が冷たいということで、まあ、水のアクティビティやってる方もいらっしゃるんですけど、結構普通に入るとかなり冷たいなという、そういう印象ですね。ここでね、食べるポテチはねとても美味しいですね。やっぱりね、カリッと感が違う。ソルト&ビネガー食べましたね。このね、レイクルイーズはやっぱね、すごい人気スポットということもあって、人がすごいですね。とにかく結構この辺ね、ホテルとかロッジとかいっぱいあるんですけど、もう本当にどこもいっぱいっていう感じですね。で、宿もね、一泊調べてみたんですけど、8万か9万ぐらいするんで、なかなか簡単には泊まれないんですけれども、お金に余裕のある方とか、こういうね自然が見れる宿が大好きという方はね、ぜひこのレイクルイーズ周りの宿に泊まってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。モレインパークに移動してまいりました。ここはですね、レイクルイーズからですね、車で15分ぐらいかな、山を上がってきたところにあるんですけれども、この景色がとにかくすごくてですね、この水の青がね、もうね、ターコイズというかエメラルドブルーというか、もうね、なんとも表現しがたい鮮やかな青ということでね、もう最初見た時なんか嘘なんじゃないかって思ったんですけど、で、今日ね、曇ってるんですけど、この青さということでね、やっぱりね、あの夏になるとかなりこの青が濃くなるようですね。で、あのその前はね、グリーンだったりとか、まあ、季節によっても色が変わるということのようですね。今日はですね、バンフ最終日となっております。で、今ね、午前の7時過ぎぐらいなんですけれども、今日はですね、この、バンフゴンドラに乗ってですね、まあ、今ゴンドラあっちからね山の方に登ってくるんですけれども、
そのまあゴンドラのね上でねハイクできる場所があったりとか、まあレストランがあったりとか、まああとはねやっぱね上からの景色っていうのをねまだあんまり見れてないので、まあ今日はそのねバンフゴンドラに乗ってその先がどうなってるかっていうのをちょっと皆さんにお届けしていきたいなというふうに思います。でね、朝ね結構その8時からゴンドラが動き出すらしいんですけれども、今回8時出発のツアーに、予約していて現地集合となっているんですけれども、ただね結構駐車場が混むらしいんですよね。あんまり多くないということ でちょっと早めに7時ぐらいに来たんですけれども、こんな感じで全然ガラガラでしたね。なのでまあ8時ぐらいだったらねまだ多分全然混んでないんじゃないかなと思うんですけれども、日中とかになるともう多分ね午前来てる人がそのままパーキング使ってる状態だと思いますので、結構昼になるとまあパーキング難しいので、バンフのダウンタウンから出てるねシャトルなんかに乗るのがいいんじゃないかなというふうに思います。では早速見ていきたいと思います。レッツゴー。こちらですね、スルファーマウンテンの頂上までやってきました。いやー見てくださいこの絶景、すごいっすよね。ゴンドラを登ってですね、朝8時過ぎぐらいなんですけれども、そこから2時間半ぐらい歩いて、このスルファーマウンテンのまあ頂上まで着いたんですけれども、いや本当にね来てよかった。絶景がやっぱすごいですね。結構このね山脈がかなりラフでですね、結構もうロッククライミングに近い感じで登るようなところもあるんですけれども、今回ね僕が予約したのはそのガイドさんがついてるツアーで、まあ、4人で参加してるんですけれども、まあ、非常にそのガイドさんも優しいし、ちゃんとその道具も杖みたいのを貸してくれたりとか、まあ、あとロッククライミングするのの、まあ、サポートする紐とかをね持参して垂らしてくれたりとかね、結構そのワイルドなんだけどちゃんとアクティビティとして参加できるような形になってたんで、もう最高でしたね。でこちらはですね、1人100ドルぐらいかかるんですけれども、まあ、やっぱりねこれ1人だと絶対ここは来れないんで、もうねぜひねこういう、まあ、トレッキングとかハイキングとか好きな方は、ぜひねバンフ観光とかバンフトラベルって入れると結構いろいろカヌー、カヤック、あとこういうハイキングとかのアクティビティが出てきますので、ぜひネットで検索して予約してみていただけるといいかなと思います。はい、でねここスルファーマウンテンから見えるのがね、あっちのちょっとね町と川が見えると思うんですけれども、あちらがバンフの町ですね。でね川がねボーリバーという川になっていて、上流から流れてくるわけですけれども、いろんなレイクがあって、まあ、その上にさらにね山があって、山から、水が雪解け水とかが溶け出して、レイクに行ったりこういう川につながったりとしているということで、まあ、このバンフの街並みがね、楽しめるこのスルファーマウンテン非常におすすめですね。であとゴンドラ登ったところにですねレストランとかもあるので、そこのレストランで食べてもおそらく、綺麗な街並みっていうのが楽しめると思うんですけども、まあ、このねトレッキングとかハイキングして、さらに高いところから見る景色っていうのはもう最高なんでね、ぜひ皆さんにねこのハイキングのアクティビティ参加していただきたいなと思います。蚊がすごいここに来る途中にもですね、まあ、いろんな動物が見れたりしたんですけれども、特にねこのバンフに来て思ったことはクマがねいっぱいいるということですね。種類としてはグリズリーとあとブラックベアが結構見れるんですけれども、実際初日2日目に1回かなと、あともう1日でもね別のグリズリー、ブラックベアそれぞれ、見れたので、結構車運転しててもね普通に横を歩いたりするんで、注意深くね見てみると動物なんかも結構いるので楽しめるかなと思いますね。
で、あとそのクマとか動物の見つけ方としてはですね、もちろんその車走ってる時に自然を見とくっていうのはあるんですけれども、あと車がね 2,3 台以上止まってる場合はやっぱりその近くに動物がいる可能性が高いので、もしねその行列っていうか車がちょっとね何台か並んでるところを見かけたらですね、動物がいるかもと思ってねゆっくり走ってみて、必要であればまあ止まって見ていただくといいんじゃないかなと思いましたね。4日間かな、このバンフの町にいていろんな湖とかこういう自然を楽しんだわけですけれども、本当にね地球のこう壮大さだったりとか美しさっていうのを感じましたね。まあ、このねあのバンフの町も特にですね自然保護なんかにはやっぱ力を入れていて、こういうとこで、こういうアクティビティをしちゃいけないっていうのがあるんですけれども、やっぱりねこういう絶景とかを見るとですね、こういう自然はぜひ残したいなと思うので、国のまあルールだったりとか、まあ、公園のルールっていうのがまあ、 あると思うんで、それにまあ従って、自然を楽しむっていうのが、まあ、本来あるべき姿なのかなというふうに思いました。こちらですね下山の様子なんですけれども、実はね上りと同じかもしくはそれ以上にですね下山が大変でしてですね、結構登ったのも2時間半とか3時間ぐらいかけてまあ登ってるので、まあ下りもね同じような時間かかるんですけど、やっぱりねもう足腰に結構負担がきてますので、ももとかねなんかふくらはぎとか結構なんかプルプル言いながらこう下ってったような感じでしたね。結構急勾配を行って、まあロープ使ってまたね降りたりしたんで、なかなかワイルドな旅でしたね。まあでもねとても面白かったんで行った価値があるかなというふうに思います。その後ですね、あの一回下山をしまして、で、車で、まあ、10分15分ぐらいでまた、バンフのダウンタウンの方に戻ってきました。木曜とか金曜だったと思うんですけど、結構人は賑わっていて、でやっぱねこのバンフのダウンタウンの周りをですね、ボーリバーという川が流れてるんですけれども、この川もねもう街中ほんと近いんですけどね、めちゃくちゃ綺麗、なんかね水色とかねやっぱこう青とか、まあ、白っぽい、そういろんなねこう色合いが見えてねとても綺麗でしたね。なんかやらせっぽく歩いたりしてますけれども、でねお昼ご飯食べてなかったんでちょっとお昼を行っちゃいましょうということでね、なんとラーメン屋さんがありました。日本のですね嵐ラーメンというラーメンで、まあ豚骨とか醤油とかねそういったものを頼んでみました。でもね見た目通りのね余計なことしてないラーメン、めちゃくちゃ美味しかった、してみましたね。なんかねまあ日本でいうこうサービスエリアで食べるようなラーメンっていう感じなんですけどね、これがね非常に美味しかったですね。でそこからねまた車で 2,30 分ほど運転しまして、次の目的地であるジョンストンキャニオンまで行きたいと思います。はい、今こちらですねジョンストンキャニオンというところに来てまして、ここはですねバンフから多分20分ぐらい車で運転してきたところにあるんですけれども、今までは結構ワイルドな道が多かったんですけど、ここはかなり舗装されてて、ちっちゃい子供とかもね登りやすいようなそういう場所になってます。でここは1キロぐらい歩いたところにローワーフォールというのがあって、2キロぐらい歩いたところにアッパーフォールというところがあるんですけれども、基本的にはまあずっと平らな道、舗装された道があるので、30分とか1時間でサクッとこう滝を見に行きたいという人なんかはね、ここのジョンストンキャニオン非常におすすめとなってます。はい、ということでね、バンフ4泊2日の旅ということで、いろんな観光スポットを紹介してきました。でも本当にね動画回してこう見ていただいただけでもねすごい綺麗だなって多分思われると思うんですけれども、実際来てみるとねその100倍ぐらい多分いいと思うので、ぜひ皆さんカナダのバンフね遊びに来て、この自然だったりとかアクティビティを満喫してほしいなと思います。あとね、この動画いいなと思っていただいた方はですね、高評価、いいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。